が暮れてきちゃいました。こんにちは。ちょっと、そっちがこんにちはで吹き出してる場合じゃ。あのトレーナーさんですよね。そうですね、ボディートレーナーですね、インストラクターですか。結局ね、体のことやってるとメンタルのことも見なきゃいけないんですよ。メンタルの状態も大事ですから、そのメンタルの状態で体に不具合が出るっていうこともあるので。おお、つながってるんですね。つながってるんですよ、ここ話せないんですよね。でそれプラス私の場合はその声ですね。声、うん、喉の調子とか、あと声の通りがいいとか、逆で声の聞きづらい人とかいますよね。いつもうんって咳払いしてる人とか、ここの喉のここの部分が弱い人ってコミュニケーション能力ちょっと低いんですよ。あ、私、喉が弱い人とか声がこもってしまう人とかね、そういう人って。私はちょっと昔歌を歌ってたこともあるので、まあ、歌うこととか発声が好きで、ちょっとまあなんか仕事で、とある仕事ですごくストレスを抱えた時に忙しくて歌うことやってなかったんですよ。おー、はいはい。でその仕事を辞めて私の好きなことなんだっけと思った時に、あ、歌うこと、歌おうと思って毎日のように歌ってたんですよ。そしたらすごく喉が強化されて、とある歌手の人の高音の部分を練習してたらすごい直感力が冴えてきちゃって。え、直感力が冴えるんですか？冴えるんですよ。声って周波数あるじゃないですか。はいはい。で高音、簡単に言うと高音であるほどこっちの上の方が整うんですよね、チャクラの。あ、そうなんですか。はい。で例えばあーでもうーでもいいんですけど、声ってみんなこう出せるじゃないですか。このあーとかうーの響きで自己治癒になるんですよ。自分で自分を癒す声、ヒーリング。へー。それを自分で知ったので。ということは低い声は下の下にいいんですか？そうです。お腹とかがなんかちょっともやもやすると思ったらあーでもいいので、この声の振動がこの辺に来るようにうーとかやってやるといいんですよ。音って振動じゃないですか。はい。だから やってみると分かると思うんですけど、はーって高い声だとこの辺抜ける感じ、低い声であーって下がっていくとこの辺振動分かると思うんですよ、体の。はあ、それを例えば胃のあたりとかお腹のあたりに振動来るように持ってきて発声すればいいです。そうやって自分を揺らす、揺らすとか揺れるとか振動って心地いいじゃないですか。赤ちゃんとかも揺らしたりとかトントン叩いたりとかありますよね。あんな感じでそのみんなにもその声の振動とかっていうのがあるので。へー。自分の声が自分で嫌だってなると自分で自分を受け入れてないことになるので。ああ、確かにそうですね。はい。だから自分もちゃんと丸ごと自分の生まれ持ってるものを全部こう好きでいるって言ったら自分で自分の声で癒せるんですよ、自分のこと。へえ。まあでもこれは体感してる人はすごい分かると思います。